感じです。ここの方でちょっとしか見えないけど、まあ、パイナップル出てる。じゃがいもボーン。アイナ・アバキア。どうも、ワイキキ工房ゆうたです。ヨウスケです。アイナ・アバキアって知ってる？何ですか？知らないですよ。ヒント、今日の今から撮る動画に関係してます。ハンバーガー、お昼ご飯。そうそう、それお昼ご飯。アイナ・アバキアっていうらしい。ということで今日の動画は、うん、ハワイのハンバーガー屋さんだね。ハンバーガーショップ、ハワイの。ハワイにしか展開してないのかな。いや、わかんない。日本にもあるのかな、うん、わかんないけど、ハワイで始まったハンバーガー屋さん、うん、テリーズバーガーです。テリーズビガーバーガーってね、フルネーム。本当だ。テリーズビガーバーガーっていうところ で、ハワイのハンバーガーをどんなもんかね、うん、確かめに行ってこようと思ってます。僕初めてなんで、今回ハワイのハンバーガー食べに行くの、うん、期待してます。結構、はい、行こう。行きましょう。ちょうど、あ、今アラマナ店の方に来てて、ドンキホーテの裏だね。裏にあります。このハンバーガーのオーダーの仕組みは？仕組みはね、一番簡単なのはミールを頼むんで、あの看板があるんだけれども、右のできてるハンバーガーがあるから、うん、あれの種類だけ言ってセットって言えば、セットで出ないけど、ポテトとドリンク、ミディアムかな、こっちのドリンクラージぐらいあるからね。あれはハンバーガーのサイズ的には、ハンバーガーのサイズが、普通のサイズがビガーです。あ、じゃあ普通のサイズで全然十分って感じかな。はい、なるほどね。じゃあそのサイズにしようかな、俺も、はい、ということで、陽介の食べ物が来たのかな。僕のはですね、ベジバーガーと言います。サイズがビガーサイズで、豆腐、あ、ベジバーガー、なんでベジバーガーっていうかというと、このパテ、お肉じゃなくて豆腐なんです。これカロリーがね、低く抑えられる。気にしてんのカロリーするよ。僕のは、まあ、見えないけどハワイアンバーガー、照り焼きのパテにパイナップルがついてるというの。ここの方でちょっとしか見えないけど、まあ、パイナップルが出てる。ハワイアンバーガーって名前のやつで、はい、まあ、一番ハワイっぽかったからこれにしてみました。はい、食べていきますか。そうですね。あとね、追加でここのバーガーは照り焼きが美味しいです。こんな感じです。いただきます。パンとパイナップルしか食えなかった今。ソースじゃない、うまい。照り焼きうまい。これ照り焼きベースなんだね、これ。うん、こんな感じです。ヘルシーバーガーです。あ、違う、ベジバーガーがあります。ベジバーガーね、なんかおからバーグみたいな感じ。でもね、僕ね、思っちゃったんだよね、これ食べてて。あんまりハワイっぽくなくね。メニューの名前、実は結構ハワイの地名のものが多くて、すごいハワイっぽいなと思ったけど、うん、名前だけで、名前だけだね。俺これだったら、もっと俺の方がハワイっぽいハンバーガー作れる気がするよ。マジで。俺もできると思うんだけど。僕たちがじゃあこれからもっとハワイっぽいハンバーガーを、新しいハンバーガーをね、作っていきたいと思います。はい、ということで、ハワイっぽい、あの昼食べたテリーズバーガーね、よりハワイっぽいハンバーガーをもう僕たちは作っていきます。かなりオリジナリティがあるものに。そうだね。楽しそうだね。1番手、涼介。俺？行こう。行く。よし、じゃあ行ってみましょう。はい、ということでですね、今回僕が最初にやっていくってことで、材料紹介から知っていきたいと思います。まず最初に、このスパム、ただのスパムじゃなくて、ポーチギーソーセージって言って、ハワイにしかないね、あのソーセージの味がします。ほう、はい、ちょっとしょっぱいんだけれども。なるほど。日本にはちょっとない。へえ、うん。次はかぼちゃ、一切れ二切れぐらい、まあ、使いかけの玉ねぎね。なるほど。はい、最後にチーズ。竹チーこれ。まあっぽい感じだね。うん、オッケー。はい、でやっぱりもう最後はこのこれね、オッケー。ハンバーガーには欠かせないね、これがないとハンバーガーにならないからね。そうだね、ただの野菜になってしまうね、そしたら。はい、バーベキューをイメージしたハンバーガーを作っていきたいと思います。なるほど、それをハワイアン的な。まあ、ハワイアンってどこでもバーベキューして、ビーチでもやるし、あの山でもやるし、うん、思ったのが、スパム使ったハンバーガーってないから。そうだね、確かに言われてみれば聞いたことない。なんでスパムをね、ちょっと使って調理していきたいと思います。いいね。はい、
多分ねこれバラバラってなっちゃうと思うけど、ゆっくり調理すれば固まってくれるかなと。なるほどね。はい、次かぼちゃ。あ、やば、表面が固まっているという。これマジか。 USA のサランラップですね。これが食べ物にくっついちゃうっていうね。そう、凍ってね。なんか凍ってますね。切れない。凍ってるからね。切れない。お、いい音した。お、ザクッといったね。で、最後の主役スパムですね。このね、スパムね出せないよね、みんな。横押すとね出やすいという。ほうほう、綺麗。プリンって出たね、今。そう、プリン。はい、いいね。で、これだけだとちょっとしょぼいから、スパダブスパ、ダブスパで、ダブルスパムチーズバーガーみたいな。そう、実はいろいろ料理したけど、かぼちゃを蒸すっていう行為は初めてなんで。かぼちゃを蒸す。オリーブオイルは健康にいいよね。こうやってね、ちょっとゆっくりやっていきますよ。ちょっと僕の時間かかっちゃうかもしれない。いや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 、待て待て待て。やっぱね、車は車速が大事だからね。なるほど。料理もこの最初が必要なんですね。はい、入れていきます。これはね、スパムがすごい油っぽいから油しかなくても大丈夫です。ノーオイルですね。ノーオイルです。スロクキンがね、効いてきてうまそう。いい匂いするね。匂いがうまそう。スパムじゃないんだよね、匂いが。ふいっふい、ちょっと焦げた。あ、でもいい色だね。いい色だね。あとは残りのやつを焼いていく。つかないといいけど。ドイト。いや、これくっついてるぜ、もう。ドイト。くっつかなきゃいいぜと思ってるけど。ドイト。月見バーガー入れよ。そこに卵いく？いやー、ちょ。このバーベキューによくありそうなね。朝ごはんですね、これを僕からしてみると。やめろ。はい。これをね、盛り付けていきたいと思います。ボーン。じゃがいも、ボーン。ホワイト、ボーン。ということで、こんな感じですね、僕は。イェイ。2番手、じゃあゆうたくんよろしく。やります。はい。やりますね。